皆さんこんばんは。ダイアンの脈動ボーイキングタクです。YouTube やります。今焦点水曜夏越し見て途中ですけども、まあ世界日本のシルクの歴史をどんどん紹介します。そもそもできたのはまあシルクロードと呼ばれたあのルートですね。はい、あのその紀元前2世紀頃ですね。はい、中国から、はい、シルクロードの語源はまあ19世紀にドイツの地理学者リヒトホーフェンがその著者シナの中で、絹の道という言葉を使われたのが最初、まあ、ドイツ語ですが、はい、日本はもう来て、奈良時代の正倉、奈良時代にもたらされたんです。はい、中国製やペルシア製の宝物が多く残っております。はい、日本はまあ弥生時代稲作ですね。はい、まあ、中国から技術に持ち込まれたんです。はい、渡来人によって先進的な養蚕や絹織物の技術が伝えられたんです。はい、全国でも養蚕を行われております。はい、ただ一部の時松奈良時代は現在は、はい、今でも全国、はい、1872年、まあ、明治時代ですが、群馬県 の、 あの世界遺産になった富岡製糸場でも開始されたんです。これがもう世界遺産になったんです。それが、はい、江戸時代の鶴岡ですが、まあ、堺忠次さんが登場して、まあ、廃藩置県ご存知でしょうか。藩をなくして県を、府県を置いたことですね。はい、まあ、省内を治めることになったのは堺市。はい、まあ、250年の間、堺市がこの地を治めたんです。もう、これは驚き、その鶴岡の創設したのが18世紀後半のことです。はい、堺忠明9代目。中藩の中心人物だった次第屋太夫と相談して学校を作って、もう一切刷新し、まあ、優れた人材を育成、1805年に開校したんです。君子学びて持ってその道を致すというふうに名付けられたんです。今日吉町ですが、当時は大宝寺です。はい、これが歴史の文化です。今あるのが庄内藩校地頭館なんです。今論語所属しておるんです。はい、まだまだ歴史は長いですけども、ここまでにしたいと思います。それじゃあさよなら、バイバイ。